タツコモイリは、秋田県大館市比内町宣伝にあり、名前に森が付されているが、実際には標高207メートルの山である。タツコモイリは、大館盆地の南、旧比内町の中心部にあたる米城川の南側にある。タッコの地名は、もともとアイヌ語のタップコップから来たとされ、平地に突き出た山。タンコブ山という意味で、タッコと同じ語源の名前がついている。 北海道奥路郡釧路町の田コ部島、宮城県黒川郡大平村の田ー森、福島県双葉郡桂尾村の龍子山、秋田県仙北市の田沢湖など多くは、田子部山の形状をしている。山は、憩いの森として、市民のウォーキングコースの一つとして親しまれているほか、山頂には、薬師神社があり、多くの参拝者が訪れ、毎年9月8日の霊祭では、 いたこの口寄せも行われる。江戸時代の菅江雅美は、この立つ子森のことを、風葬の名残があって、死者の遺族は49日までの間にこの5回5回、登って祈ると、死者は早く極楽浄土できると信じられていると、記している。また、斜面西側には、立つ子森スキー場、麓には、立つ子森温泉があり、南西の麓には、立つ子森公園と、 タツコ森の球場がある。右側の大館盆地の中にある独立峰が、タツコ森山頂近くに、NHK 秋田放送局総合テレビ、教育テレビと秋田放送テレビの日内アナログテレビ、中継局が、2009年12月17日には、デジタルテレビ放送中継局が地局され、大館市日内地区へ電波を発射している。なお、秋田テレビ、秋田朝日放送は、 大館中継局からの放送エリアとなり、中継局で唯一、被害等のため開局の予定はない。ありがとうございます。